ヒップホップの基礎になるリズム取りアイソレーションをみっちり練習してから振り付けに入るので安心してレッスンを受けていただけるかなと思います。でたっぷり振りもやるんですけども、あと月に1回っていう感じで振り付けを結構続けてやっていくので少しずつ身につけばと思っているので、ぜひぜひ遊びに来てください。